ならストロークラボ。はい、皆さんこんにちは。ストロークラボ代表の金子です。今日はですね、第45回ですね、視床下部ね、ハイポタラムスって呼ばれますけれども、これについて解説していきたいなと思います。まあ、これまでね、視床のね、いろんな11個の核をお伝えしましたけれども、またね、視床とは同じ名前がついてても全然ね、役割が異なるのでね、国試なんかに出てくるので、皆さん知ってらっしゃる人もいるとは思うんですけれどもね、是非最後まで見ていただければなとは思います。この動画はね、リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズとなります。これまでね、僕が執筆した姉妹本の脳卒中の機能回復、あと脳卒中の動作分析ですね、医学書院さんから発売していますので、これらとね並行して勉強していただくと、よりね脳神経系に強い専門家を目指せていけるんじゃないかなとは思います。それではね、最初にまずね、場所、部位に関してですけれども、まずね、シンプルに、ね、簡単に言うと、視床のその名の通り下ですよね。で、脳のね、当然視床の、ね、これまでの MRI でもお伝えした第三脳室ですね、あれの一部をこう形成しますし、視床下部っていうのが下垂体経緯ってね、茎って書くんですけれども、そういった、ね、茎をこう介して下垂体とつながっているんですよね。で、視床下部ね、主に3つの領域でこう前部とね、隆起部と後部っていう風に分かれてて、それぞれがね、いろんな機能を果たすっていう形で、いろんなね、解剖学の方に載っています。じゃあね、次血液供給なんですけれども、これもね、視床とはまたちょっと違って、いろんな主にこう前大脳動脈ですね、あと後交通動脈とか、後大脳動脈とか、ああいったこうウイルス動脈輪のね、いろんな枝からねこう豊富に血液が供給されているんですよね。そういう意味でこう視床下部からねこう下垂体の方に行って、ホルモンの放出ですよね、そういったものがこういった小さいね毛細血管系で支えられていって、視床下部ね下垂体システムっていう呼ばれるものが成り立っていると、こういった理解でいいかなと思います。じゃあね、次経路ね、神経ネットワークの部分になってくるんですけれども、主にね、まず3つをね覚えておく必要があるかなとは思います。まずね、この視床下部と下垂体とこの副腎系ですね、これがHPA と呼ばれたりするんですけれども、これがね特によく出てくる最も重要な経路の一つと言われています。で、これがね当然ね副腎皮質刺激ホルモン、放出ホルモンですよね、ああいったものをこうねに当然影響して、下垂体を刺激したりね、副腎皮質刺激ホルモンをね分泌させたりとか、ああいった部分につながりますし、でこう、国試なんかでもねこう副腎っていうのがこうコルチゾールですよね、ああいったものをこう生成を流すので、この経路っていうのが非常にこうストレス反応とか、代謝とか免疫系とか、ああいったところに非常に不可欠な、経路というかね、経緯になってきます。こうやってで、あとね2つ目が、視床下部と下垂体と今度はね生殖腺ですよね、ああいった生殖機能に重要なねこう機能が、ね、あるんですけれども。ここら辺がこれも国試で習ったと思うんですけれども、性腺刺激ホルモン、放出ホルモン、ああいったところのねこう重要になってきて、下垂体からいわゆるこう卵巣とか精巣とか、ああいったね不可欠なこうね、黄体形成ホルモンだったと思うんですけれどもとか、卵胞刺激ホルモンとか、ああいった部分の放出をこう促すんですよね。で、3つ目にねよく出てくるのが視床下部と下垂体と、甲状腺をねこれつなぐホルモン、つなぐ経路で、これがいわゆるね甲状腺のホルモンを調節したり、制御するという形になるんですよね。ですので、よくね視床下部のその甲状腺刺激ホルモン、放出ホルモン、ああいったものを分泌して、下垂体をね刺激して、甲状腺のねホルモンにつながってくるので、そういう意味ではいろんなね甲状腺ホルモンとかこう生成のねいろんな領域にこう影響してきますよね。で、あとね、他にもちょっとこう覚えておくのが、視索上核って呼ばれるようなとかね、室傍核とか、ああいったところに影響するところはね、こう水分のバランスとかバソプレシンが、いわゆる抗利尿ホルモンとかね、ああいった部分で、あと、オキシトシンとかですね、ああいったのの放出にここ重要になってくるので、そういう意味ではこう腎臓でのね水分の吸収とか調節にね影響しますしね、オキシトシンだったら出産とかね、授乳とか、ああいった部分に関連してくるところになってきます。あとね、球状核ですね、ここがね、よく接触行動なんかに出てくる領域なんですよね。とか、エネルギーとか向上性とか、ああいった部分に関与して、やっぱりね食欲をこう刺激するようなね神経ペプチドね、ああいった部分をこう生成するニューロンとか、あとはね食欲を今度抑えるねなんだったかプロオピオメラノコルチンだったかな、確かそういったのがちょっとまあ調べてもらいたい、載せときますし編集の方で、ね、そこら辺でこう含まれているんですよね。あとね、今度はね視交差上核って呼ばれるもので、これがね哺乳類における、まあ、主要なこう外実リズムですね。いわゆるこうね覚醒とかね、朝起きて光を浴びて寝るみたいな、ああいった調節の部分になってくるので、ですのでこう光のね状態について、まあ、こう網膜から、ね、刺激を入力を受け取って、まあ、これがね体内の、ね、時計を調節して、まあ、覚醒とか、ね、ホルモンの放出とか。日常のリズムに、ね、影響してくる形になるかなとは思います。であとね、まあ、乳糖体ですよね。以前乳糖体ね別の動画で作りましたけれども、記憶の形成にねこの乳糖体ってねまあ、大脳辺縁系の一部ですし、でこの視床下部の延長線上で一部で乳糖体っていうのが含まれてくるので、ここら辺もいわゆる海馬の記憶形成のねああいうこうパペッツ回路とかでよく出てきましたけれども、ああいったのにも影響しますし、視索前野って呼ばれたりところになると、この体温調整とか、まあ、そういったね上げたり下げたりするようなメカニズムとか、ああいった部分がねこう視床下部の中でよく言われる領域かなとは思います。まあ、病態像としてね今ねいろんなのをお伝えしましたけれども、まあね、そういう意味ではその下垂体機能、ね、低下症とかってね言われるような下垂体ホルモンが、まあ、生成ができなくなってきたりすると、やっぱり疲労とかね脱力感とか、ね、体重が減少したりとか、ね、性欲が減退したりとか、ああいったところにもこうつながってきますし、まあ、さっきのねところなんかこの尿崩症ですよね、尿が崩れる症状ってね。ああいった部分でこういわゆるこう、まあ、バソプレシンですよね。バソプレシンのその、まあ、抗利尿ホルモンですね。ああいった部分がこう不十分になってくると、そういったまあ、排尿とか、まあ、過剰なねまあ、排尿とか、あと喉が渇くとか、ああいった部分の、まあ、形になってくるんじゃないかなとは思います。あとね視床下部のこう下五種って呼ばれる部分が、視床の下部なんかにこう腫瘍がね良性なんですけども、よく思春期のね出てきたりとか、まあ、痙攣のね原因になったりとか、行動異常になったりとか、ああいった部分で、まあ、こういった部分もよく出てきますし、あとまあね視床下部のこう機能障害としてやっぱそういったね今お伝えしたような睡眠障害とか食欲障害とか、まあ、体温調節の障害とか。まあそういった部分がね一般的に起こってくると、まあ、それをねまず理解しておくとか、まあ、いいかなとは思います。それでねまあ画像読解のポイントになるんですけれども、まずねその名の通りね視床の下になるので、まずはねこれまでの角とように視床をまず見つけていきましょうと。まずこれがね一番最初の状況で重要ですし、当然ね脳のこの正中線を通るね狭いこう液体で満たされるいわゆるこうね第三脳室ですよね。まずそこを第三脳室を見つけていって、ね、その視床下部っていうのがそのね脳室のより下部のねここのまあ壁っていうかね壁をこうとか、まあ、床の部分をこう形成していくんですよね。そういう意味ではまあ視床下部っていうのが上が視床ですね。で下が下垂体、まあ、こういったところにこう挟まれていると、まずそういったことを理解するのがいいかなと思います。ね、そういう意味ではまあもう一つのランドマークとして、まあ、この下垂体系ですね。茎って書いてますけれども。この辺りも重要ですし、あとこうね下垂体の、ね、直前でこう視交差ですね、目の視交差の部分が、まあ、ありますので、まあ、この辺なんかもこう視交差の部分とまあ、視床下部ですね、視床下部がこの視交差のところのちょうど上にあるんですよね。ですのでこういった部分で、まあ、視床下部と視交差の、ね、こう密接な関係なんかも、まあ、そういった脳の、ね、イメージングなんかで空間転移で、ね、こうしっかりどこがどうって、ね、見つけていったりするような、まあ、ランドマークで使われる先生もいらっしゃいます。ですね、まあ、次に視床下部の、ね、より後ろですね、後端になってくると、まあね、以前お伝えしたこう2つの小さい丸、ね、あいた部分がこう乳頭体ですね。それがまあ当然後方の方にこうありますので。こういった部分っていうのはやっぱこういう視上面ですよね。視上面なんかで見たりすると、まあ、容易にこう識別できるランドマークとしてね、まあ、視床下部のこう明確なねこう後部の境界なんかを見つけたりする上でも、まあ、すごくいいかなとは思います。それではね早速観察のポイントに入っていくんですけれども、今回ねやっぱりホルモンって結構機能が多いので少し観察のポイントも、まあ、大脳皮質の頃は結構喋ってたんですけれども最近少なめにしてたんですけれども、ちょっと今回少し多めになるかなと思います。一つ目がねホメオスタシスね、先ほどの向上性とお伝えしましたけれども、そういった部分をこうちゃんとねチェックしていくね、いわゆる体温とかね液体の体液のバランスとかね血圧とかああいったねこう生理的なパラメータですよね。ああいった部分をちゃんとこう維持できるようにする能力なので、そういう意味では体温調節はどうですかってね、こういろんな外的要因とかね感染症がね原因ではないね体温の異常な変動ですよね。ああいった部分で安定した体温を維持できないってことになってくると、こういった視床下部が少なからず影響している可能性はあります。であとねこうそういう意味で体液のバランスですよね。こう異常にやっぱ大量にこう水を飲まれたりとか、過剰にねこう排尿したりとかああいったりする場合になってくると、その視床下部のね機能にね当然先ほどの尿行症とお伝えしたと思うんですけれども、ああいった部分の機能にもね影響してくる可能性があるかなとは思います。であとねそういう意味でその血圧調整ですよね。やっぱりこうねちゃんと明確な理由がないのになぜか血圧が異常に高かったり、ね、低かったりする場合にはもう血圧調整機能ですよね。これもね視床下部の重要な役割になってくるので、そういう意味では結構生命にね影響してくるようなところすごいこの視床下部ってね担ってるなっていうのがよくわかるんじゃないかなと思います。そういう意味でいろんなね血液供給からのサポートが多いんじゃないかなっていうのもあります。あとね、食欲とか体重のコントロールですよね。その食欲がね異常になんかもう過剰に増減するような形ですよね。空腹感とか満腹感も調整にもすごくなんかこう困ってるとか、あいった部分も一つの関連になってきます。じゃあね、こういったねホメオスタシス系のね機能の臨床のヒントってね、僕たちがやれることは限られていますけれども、まずは例えばこう体温調節の部分で、まずは快適でね安定した室内をちゃんと保ちましょうってね。患者さんが過剰にね温めすぎてたりね寒がってたりとかあいたりするときしないようにやっぱこう注意していく必要ですよね。やっぱりねそういう意味ではこう簡単にね着脱できるようなこう薄手の衣服とか重ね着なんかをねうまく活用していったりして、そういったね衣服のね指導なんかも療法士とかね看護師さんがね当然できることの一つにはなってくるかなとは思います。あとねそういう体液バランスについて言えば当然ね飲み物を提供するねこうスケジューリングをちゃんとやっていくことですよね。当然水分補給自体はやっぱり大事になってきますし、ただねやっぱそういう過剰摂取がねどうしてもそれはねよろしくないので、ちゃんとそういったものを監視していくシステム作りですよね。例えばこう排尿回数とかね増加にこう対応するようにこうちゃんとトイレの訪問とか、介助とか、ご自身にチェックとかご家族にチェックしたりしてもらうとか、病院だと必要によって尿量の、ね、チェックなんかも当然するとは思うんですけれども、ねそういった部分大事になってきます。であと血圧の調節ですよね。そういった部分に関して言えば、例えばリハビリテーションっていうで言えば、急激な運動をいきなりねそういった血圧の変動が強い方に、やっていくべきじゃないよっていうね。あるいはこう運動の前とか運動中とかね運動の後とか、定期的にちゃんと血圧をとっていって、ね、血圧の異常な低下とか、上昇があれば当然それは中断して、医療スタッフね医師に伝えるとか、ね、運動前とか後のねクールダウンとかね準備の部分も綿密にちゃんと行って、運動のね過剰なところにねこう運動中のところにストレスがかからないようにしていくとか、そういったものもね僕たちがやっていけることかなとは思います。あとね、そういった食欲とか体重管理で言えば当然ねこう栄養豊富なねこう食事をね規則正しく、例えば少量で、ね、適切な体重の管理量でやっていって、でリハビリテーションで必要なエネルギーがどうしても必要ですからね、そういったものはちゃんと獲得して、あとはもちろん、ね、リハ栄養とかねああいって言われてますけれども、いろんな病院なんかのチームの栄養士さんとかも相談したりね栄養チームと組みながらこういった食欲とか体重管理っていうのは重要になってくるかなとは思います。でね2018年にねこの脳損傷における、ね、ちょっと体温調節っていうねサーモレギュレーションですね、サーモレギュレーションインブレインインジャリーっていう論文があったんですけれども、あんまり僕もね体温調整系の論文それほど読んでなかったのでね、少しこう目を通させていただいたんですけれども、いわゆるこう脳卒中とかね外傷性の脳損傷とかああいった後っていうのに患者さんによってその体温調節機能障害が出てきて、そこには当然ね今回の視床下部ですねああいったところが影響を受けたり損傷したり、ね、血流が低下したり、ね、代謝の異常とか、いろんな炎症なんかが起きたりすると、そういったのでこういったのが出てくるんですよね。ですのでこういった目標の体温の管理っていうのはこう多面的にねこううまく、ね、ちゃんと治療で活用して、やっていくことで、患者さんに非常にこれがメリットになると、体温調節ってもちろんね、ドクターや看護師さんっていうのはすごくチェックしているとは思うんですけれども、改めてこのきちんとこの体温の管理を適切にやっておくことが、より良い患者さんの天気の、改善につながるっていうことで、初期はね、もう昔はその体温管理に関してやっぱり楽観視されてた時代もあったそうなんですよね。そうするといろんな臨床の、試験なんかでもやっぱりこう天気が良くない、予後がよろしくないっていうふうになるので。で当然ね、発熱とかね、ああいう有害な影響っていうのが、神経の患者さんにとっては当然影響出てきますし、脳卒中になった人が熱まで出したりすると、ただでさえ脳でねやられた領域以外の部分も影響を受けてるのに、その発熱なんかでそういったね、脳の気絶部分のね、いわゆるペナンブラ領域って呼ばれるところまで悪影響を受けたりするので、やっぱ体温のね、基本的なものの管理と、これ改めて重要だなと思います。あとね、2つ目としてはこう内分泌の制御ですよね。これはね、当然内分泌として下垂体をね制御していますので、そういう意味でその視床下部っていうのがこういろんなホルモンとかね、分泌を促進したり抑制したりってね、ああいった部分で体内の体の成長とかね、代謝とか生殖機能とかね、ああいったところにこう影響してきますので、まず観察のポイントとしては、外観上のね、外見の変化っていうのは当然大事ですよね。その患者さんの体重体型の管理とか、筋肉の、多さとか体脂肪率、ああいった部分の著しい変化っていうのはやっぱり内分泌制御の問題が何かしら関連する可能性があるので、当然ね、目視的な検査もそうですし、定期的な体重のチェックですよね。ああいったものね、なんか当たり前のようによく行われますけど、すごい大事なことですよね、こうやって見ると。であと、ストレスね、ストレスの耐性とか気分の変化ですよね。睡眠の必要性の増加とかね、十分な休息をねちゃんとやっているのにもかかわらず、もうずっと疲れたり、ね、抑うつになってたりね、不安になってたりとか、ああいった部分のストレス耐性とか気分がね変動があったりすると、当然これね、視床下部の一つの機能としてね、チェックしておく必要があるかなとは思います。あとね、皮膚とかね、髪の変化っていうね、皮膚がね乾燥肌になったりとかね、皮膚がちょっと薄くなってきたりとか、髪の毛のねもろさとか薄毛になっていったりとか、発汗の異常とか、ああいった部分もね、視床下部の一部の機能になってきますので、やっぱ定期的なそういうスキンケアですよね、ああいったものもチェックしたりして、もちろん患者さんに誘導するのも大事ですけれども、そういった部分を踏まえながら、患者さんの皮膚の状態とか髪の毛の状態もちゃんとチェックしていくと。あとこういうね、生殖機能の反応というので、例えば女性であればね、当然月経周期ですね、ああいったのの異常な不規則性とか、男性だったら勃起不全とか性欲が異常に減退しているとか、ああいった部分もなかなかちょっとデリケートなところであるとは思うんですけれども、いろんな医学のね、定期的なチェックツールとか使って聞ける部分もあるんじゃないかなとは思います。臨床のヒントとしては、例えばそのね、当然体の外観の変化ですよね。それに関して言えば、筋肉の量を保ちながら、やっぱり僕らで言えば運動ね、体重管理を進めていったり、適切な運動量ですね、当然栄養士さんとの連携もしながら、カロリーに必要ね合わせたバランスの良い食事の提供とか、ああいった運動と食習慣と、そういったのをつなげてね、チームでアプローチしていきましょうと。あとは休息のタイミングとかですよね。当然リハビリ中に適時にね、やっぱり休憩を作っていくと。で当然それで疲労をね、軽減を少しでもねチェックしてやっていく可能性がねできるかなと思うので、やっぱり1セッションをちょっと短めにして、それを増やして回数を増やして、結果40分なり60分なりのリハビリにつなげていくと。こういった特に気分の変動なんかでね、リハビリのね参加が難しい場合のね患者さんもいるとは思うので。そういえば医者であったり専門家のね、その心理的な人とか、ああいった人にねちゃんと相談していくっていうのもね、重要になるかなとは思います。そうですね、あとはスキンケアですよね。当然皮膚のね変わりやすさとかね、それによる機能変化ね、快適さってところとか、そういったものって結構人によっては自尊心にねどうしても影響してきたりするので、ああいったスキンケアの習慣とかね、 ADL にやっぱり僕らも手を使おうだけじゃなくて、ちゃんと手を洗いましょうとか、じゃあ手を洗った後にじゃあハンドケアで塗るところまでやりましょうってなると、当然スキンケアにもなるし、結局脳卒中だとすると麻痺側の刺激がハンドクリームでねさらに細かく誘導できるので、そういったいろんなポイントをね一つ一つ増やしていくことで、ね、スキンケアプラスそういうリハビリの即痛ね、機能回復の即痛にもつながってくるんじゃないかなとは思います。あとね、生殖に関連する、ね、症状だけで言えば、これねリハビリで直接介入というのはなかなか難しいかなとは思うんですけれども、ただ患者さんのねそういう懸念していることとかを真摯に受け止めてね、いろんな安心感を提供したりとかね、正確な情報を僕たちが知り得る範囲でちゃんとお伝えして、ね、過剰なちょっとしたことですごく過剰にね不安視される患者さんもいるので、そこら辺は医療者ね医学者がちゃんと知り得ている情報でそれは大丈夫ですよって、そこまではなりませんとかね、必要によってはドクターとのね相談を促したりとか、そういったところも大事かなとは思います。でね、2022年にねこのジョースさんがこの視床下部のディスファンクションってね機能障害の部分で新しい論文なのでまとめてたんですけれども、これまでねお伝えしてきた内容とほぼかぶってるんですけれども、視床下部のまず機能不全っていうことに対していろんな体温とかね成長とか体重増減とか水分とかね母乳の生産とか、あと環状睡眠のサイクルですね、いろんなのに影響しますよっていう。そこの視床下部の概要を述べていたので、そういった部分でいろんなそれぞれのね3つの領域において、いろんな機能がそれぞれ持っているものも違いますし、視床下部のそのね機能障害においてはやっぱり脳のね手術による影響であったりとか、ね、放射線による影響とか化学療法とか、ね、栄養不足であったりとか、もちろん外傷とか腫瘍とかね遺伝性の疾患とか感染とか、ああいったものでなる可能性も大きいって書いていますし、あとは視床下部のね特に多いのが根本的な原因になってくるね有病率につながるのがなんていうんですね、続発性の無月経の方とか小児がんの方にこういった視床下部のね機能不全がすごく重大な影響を及ぼすと。でその中でも特にですね、病態生理学的にはその視床下部と下垂体とその副腎のね一番最初お伝えした経路ループのところが非常に障害が受けやすいことが多いらしくて、そこら辺には当然ね病歴とか身体検査とか、ホルモン値とか脳画像とか遺伝子分析とか、ああいったもので一つ一つチェックしていくと。で治療はね当然いろんな腫瘍だったら当然手術が必要になったり、放射線当てたり、ね、ホルモンのね補充をしたりとか、予後がねいろんな影響に根本的にね変わるんですけれども。多くの場合はそのホルモンのその不均衡はね一応治療は可能っていう形でね、僕も大学病院の時に何名か担当しましたけれども、比較的良好なね結果を得られている患者さんも多かったです。あとね次これで論文は終わるんですけれども、3つ目の一応最後の機能としては似てますけれども自律神経制御機能ですよね。交感神経とか副交感神経ね、心拍とかね消化とか呼吸とか動向反応とか。ね、ああいった部分のところのチェックになりますよね。そういう意味では心拍数はどうですかって、ね、やっぱり心拍数が異常に速くなったり遅くなったり、これがね特定のやっぱ心疾患の原因とかがないのにってなったりすると、運動時とかストレス時をね除いてはやっぱり自律神経機能障害の一つの可能性にはなってきますよね。自律神経機能障害もね当然いろんな要因はありますけれども、視床下部もその一つを担うっていうことですよね。あとチェックとしては消化機能ですよね。当然やっぱ吐き気とかね便秘とか下痢とかああいった症状が出たり、腹部の膨満感とかね腸の音とか食欲の確認をちゃんと行っていきましょうということですよね。あと呼吸数ですよね。やっぱ患者さんの呼吸数なんかも定期的にちゃんと観察して、異常に過呼吸な「って感じだったりとか、ゆっくり過ぎたりとか、そういった呼吸に苦しんでいる場合ですよね。なかなかそういったもののね通常の呼吸器疾患を患ってないのに、なぜか心疾患とかね循環器不全がないのに呼吸数がやたら多かったり少なかったりすると、それは一つねこういった視床下部の関連にはなってくるかなと思います。であとはね瞳孔の反応とかね性的興奮なんかも、例えば光量ね光なんかをね変化がないのに瞳孔がすごい開いたり縮小したりね縮んでたりってね、ああいった瞳孔反応とかも自律神経系の失調症に一つ影響してきますしね、性的興奮とかの機能なんかもこういったなかなか容易に観察することは難しいんですけれども、患者さんのね反応とかいろいろ聞きながらね、こういった部分もチェックポイントにはなってくるかなとは思いますね。そういう意味でいろんなね今ホルモンとか内分泌系とかねいろんな自律神経系とか、ちょっとねかぶる部分の説明はありますけれども、ちょっと分けてね今回説明させてもらったので、臨床のヒントで言えば、じゃあ心拍数っていうのもねなかなか僕らでやれることが可能ね範囲はいろいろ制限はありますけれども、当然リハビリのエクササイズであれば当然強度を調整したりね、あとはそういう先ほどの疲労の管理じゃないですけれども、休憩をちゃんと挟んでいくとか、ああいったものもすごく重要になってくるかなとは思いますですね。であともう一つがね、この消化器系で言えば当然栄養士さんとの協力を得て、消化に良い食事管理とか計画ですよね。やっぱね吐き気とか下痢気味とかね、いろんな便秘気味とか、ああいった部分の食事にやっぱ提供していくね、きちっとした管理が非常に重要になってくるかなとは思います。あとね、消化のピークとかになってきたりする時にやっぱリハビリをね入れていくと、避けた方がいいですよね。食後すぐにこういった方にリハビリのセッションを入れていくと、ああいったことになってくると、そういったね影響が出るので、やっぱ食事を、活動を軽めにすると、こういったことは一つの管理として重要になってくるかなとは思います。であとね、呼吸数ですよね。呼吸もやっぱり正常に保つために、いろんなねこれ患者さんができる範囲ですけれども、呼吸のリズムのコントロールをねうまく運動中にね入れたりして、僕たちがやれることもあるんじゃないかなとは思いますので、そういった安定させていくような介入も重要かなとは思いますですね。そういったところかなとは思うんですけれども。であとは他にもね、いろんなチェック項目として、瞳孔反応とかね、例えば性的興奮の部分に関して言っても、ここら辺もねリハビリで適切にやっていけることはちょっと難しいんですけれども、ただ視覚の考慮に関しては、部屋のね明るさの調整であったりとか、サングラスの活用であったりとか、そういったねこともできますし、性機能は先ほどお伝えしたように、やれることは難しいですけれども、話を聞いたりとかね過剰に思われていることは、それは医療情報を提供したり専門家にねつなげていくとか、そういったことはね一つやれることの範疇かなとは思います。で2021年にねこの雲順さんらがね報告したこの、心臓系のね小児期の頭蓋咽頭腫ですね、確か頭蓋咽頭腫を患った方の、心臓の、自律神経機能障害に対する、視床下部の、損傷ですね、それの影響を調査した論文が結構新しくあったので、簡単に説明すると、こういった、広範な視床下部の、損傷っていうのが体重とか、そういったなんていうんですかね、心拍数の変動とか、ああいった部分の影響につながったり、自律神経機能の不全に影響が出ましたよと、そういう意味ではこの心臓の系のね、自律神経系の問題を防ぐためには、やっぱり視床下部の損傷を最小限に抑えていくことが重要であるといったことでね、当然のことなんですけれども、そういったやっぱり心機能の部分に非常に心拍数とかにこういった視床下部の影響がありますよっていう論文もありましたし、あとねこの2019年でこれね今日の最後の論文ですけれども、摂食障害ですね、イーティングディスオーダーと呼ばれるようなこう神経系のね問題で、ペットをね活用してイメージングをとってたんですけれども、これで食欲不振の方と、過食ですね、そういった部分の方のこう比較して、セロトニン受容体の結合が病気中と回復後の両方でね変化することがありますよと、この辺をこうチェックしていました。で特に過食の方ですね、過食の方はこうドーパミンの、D2 受容体ってね以前規定核で説明しましたけれども、そこのこう違いは優位ではなかったけれども、線状体からのドーパミン放出の低下ですね、これが過食の頻度の増加に関連してたってことでね、なんとなくわかるとは思うんですけれども、たくさん食べてもドーパミン量があんまり出ないので満足度とかにつながらないから、もっと食べたいもっと食べたいって言ってドーパミンを出そうけど、ドーパミンの量が少ないからって、そういった部分で過食になってしまうと、そういったところも書かれていましたし、あとねホルモンとかね神経活性ペプチドの部分で身体のこう恒常性を調節するこうレプチンですね、ああいったのとかグレリンとか、ああいった物質ですね、ああいった部分が摂食障害の方はこう変化する方が多いらしくて、それで食物のね報酬回路ね、食事のこう報酬回路にね非常に影響を与える可能性があると。あとね開白質の体積とかね皮質の厚さも見てたらしいんですけれども、その摂食障害の方っていうのがどうしてもこの体積がね結構異なると。で例えばその、拒食の方はやっぱりこの皮質のね容積がすごくね減少してたと。ね病気の重症度にもよりますけれども、意外とこの体重の回復とともにこういった脳の必須な部分というのは、ね、正常化する可能性があるということで、決して治らないというわけじゃなくて、重症度によりますけれども回復する可能性はあるというのも述べていました。そういう意味でね、いろんな摂食障害の方のタスクベースでのそのファンクショナル MRI を見てて、やっぱそういった部分でいろんな報酬の、ね、処理の方法がやっぱり変化があったり、ね、食事制限や過食っていうのがいろんな、ね、行動に出てくるっていうことでね、そういう意味ではね、僕もこういった論文あまりそんなに読んでなかったので、視床下部をきっかけにね、すごく摂食障害の方のね、ちょっと情報としてはね、少しお役に立つ方もいらっしゃるんじゃないかなとは思います。でね、新人さんが陥りやすいミスとしては、薬剤投与とかね、ああいったことにあんまり不正確な、ね、タイミングをね、薬とかね、当然外実のね、視床下部の外実のリズムですね、日内体内変動ですね、ああいった部分で最適な投与量とか時間とか、当然そういった部分で睡眠サイクルとかね、あるのに、看護師さんもそうですけど、リハビリもね、あんまりなんていうんですかね、投薬の調整とか投薬の影響とかっていうのもあんまり考えずにね、リハビリ進めたりするので、今回ちょっとその辺を挙げさせていただきました。ということでね、今回これで終わらせていただきます。10の質問はね、こちらにまとめましたので、これまでのね、視床と視床下部で随分ね、観察のポイントとかね、臨床のヒントが違ったと思うんですけれども、ね、しっかり頭に入りましたかね。回答はこちらになりますので。ぜひね、しっかり復習して、このホルモン系は苦手だわとか、ちょっと内科に入ってくると中枢はいいけど内科に入ってくるとちょっと苦手だわとか、そういった風にならないように、ぜひね、しっかりこういった視床下部もね、抑えていただければなとは思います。ということで、これで今日の動画は終わらせていただきます。次回はね、官能の最後ですね、消化体になりますので楽しみにしてください。ということでね、今日はね、これで終わらせていただきます。それでは臨床へ行ってきます。ストロークラボは都内お茶の水で脳卒中や神経系の方々を中心に自費リハビリを展開しています。また療法士向けに脳卒中や神経系に関連する講義や実技を長期間にわたりオンライン・オフラインで実施しています。気になる方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。本日の動画が参考になった方は「いいね」とチャンネル登録をよろしくお願いします。